にちは、ポーザーズチャンネルです。クエストアカデミーでコーチをしている石です。お久しぶりです。今回はフロントフリップの解説をしていきたいと思います。自分の得意技なので参考になればと思いますので、最後までよろしくお願いします。じゃあフロントフリップする前に大事なことがありまして、それはアプローチをまっすぐ滑るということですね。なぜまっすぐ滑るか重要かというと、縦に回るトリックなのでポジションがすごいこう大事になってくるんですよね。アプローチでグネ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 してるとポジションがずれて、自分が思ってるようにこうくるって綺麗に回れないので、しっかりこうまっすぐ板の上にいることがすごい大事なので、まずはまっすぐいいポジションで入れるようなストレートをやってみましょう。フロントフリップは何パターンかいろんなやり方があるんですけど、自分のやり方は圧倒的に怖くないです。なぜかというと、ずっとランディングが見えてるんですよ。もう抜けた瞬間に、はい、見えました。ここでも自分の中では回転してる途中も全部ランディングは見えてます。映像を見ればわかるんですけど、ランディングはずっと見えてるので怖くなく、このやり方はめちゃくちゃおすすめです。自分のフロントリップはノーリーになります。ノーリーのタイミングなんですけど、リップがここに、これが先端だとしたら、オーリーって板が半分ぐらいに来たらかけるじゃないですか。けどノーリーはそこだと弾く時もないんですよ。空中になっちゃうので、板がリップの中にある状態で、ノーズがギリギリ出るか出ないかでパチンと。ノーリーすることによって板の反発がもらえて回転がスムーズになります。ノーリーのポイントなんですけど、一旦後ろにこう溜めてバッやる人がわりかし多いような気がするんですけど、これってせっかくこういいポジションで両足均等にグッてやってるのに、前足の圧が一瞬なくなっちゃうんですよね。前足の圧がフッてなくなると、ノーリーで踏み切る力もなくなっちゃうので、しっかりゴー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 でしっかりグッと両足乗ったまま、せーのポンってやるようなイメージです。かけるときに結構ありがちなパターンがもう一個ありまして、それが頭がこう潜っちゃうんですよね、こういう風に。そうすると板から、これが板だとしたら頭が外れちゃうんですよね。頭がこうやってこう潜ると板の中に頭が収まってないので、縦回転の軸がずれちゃいます。しっかり頭は板の中に、ここですね、板がこれぐらいの幅なので、ここの中に入れたまま、せーのって乗りできると綺麗にくるって回ります。この時にさらになんですけど、頭を気をつけます。しっかり乗りします。せーのポンって時に一瞬、いや一瞬じゃないな、結構自分はもう結構慣れてるので、フロントフリップの技自体にだいぶランディングを見てます。抜けた瞬間にパンって、うわめっちゃこうランディング、あー自分が着地するとこだいたいあの辺に着地するなって計算してくるって後半に持っていくので、最初からこれ狙うと回転がショート足りなくなっちゃうので、一瞬見るぐらいにしてみましょう。しっかり両足均等にしてノーリー仕掛けます。で頭の位置気をつけます。一瞬チラッて見たら、この頭は板の中からずれないように、空中自分の先に鉄棒があると思って、それをこうくぐるようなイメージをしてます。抜けた瞬間に頭が潜ると回転がオーバーしたり制御不能になっちゃうんですよ。エアーのピークに鉄の棒があると思って、そこをひょいって前回りするようなつもりで自分は練習しました。そこまでできちゃえば正直もうくるって回れるので、こう体をくって小さくすれば、自分の場合ポンって伸びてキュッて軽くしゃがむと回転が後半にくるっとくるので、エアのピークで真っ逆さまになってるんですよ俺は。じゃあそこから着地に向けてなんですけど、こっからは縮こまってください。なるべく最初は両膝を引きつける。そうすると着地の時、まあ回転不足とかオーバーとかになっても縮こまってるので安全かなと思います。フロントフリップの解説は以上となります。このやり方、数ある中でこのやり方のメリットは、ランディング着地するポイントがずっと見えてるので本当に怖くないです。では参考になった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。